2019年、NHK 杯国際フィギュアスケート競技大会は2019年に日本で開催されたフィギュアスケートの国際競技会。国際スケート連盟による2019、2020 ISU グランプリシリーズの第6戦である。2019年、NHK 杯国際フィギュアスケート競技大会は2019から2020年シーズンに開催される。NHK 杯国際フィギュアスケート競技大会。2019年11月22日から24日にかけてシニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技が北海道札幌市南区の北海道立真駒内公園屋内競技場で行われた。今大会開催国の統括団体である日本スケート連盟に対しては各種目で最大3人の出場枠が用意された。各競技の上位成績者には、2019、2020、ISU グランプリシリーズの他大会と同様に以下の賞金が与えられる。競技後のエキシビション出演を断った場合は、賞金から$3000を差し引かれるとされた。競技賞金がなかった選手のエキシビション出演には、シングルで$200、ペアアイスダンスで一組につき$300支払われるとされた。ありがとうございます。